やりたかった企画、おっ、ニューチャレンジでございます。ニューチャレンジ、いいですね。あ俺たち痛み知ってるから絶望感じる。逆に鼻が目ヨヨでできたら怖いです。いや怖い、確かに。マシが、おはようございます。おはようございます。今回は荒牧さんがずっとやりたかった企画、ニューチャレンジでございます。何ですか。荒牧さんは何でも我慢できるという特技を持っています。お絶対嘘。悪く言えばリアクションが薄いっていう感じではありますけど、悪いです。我慢できるのか。できます。え、一番大きな声だったんですか。確かに。りのちゃんはたまにね褒めてくれるんですよ。え、何が。声が大きかったって褒めてくれるんですよ。ちょっとバカにしてくれるよね。ちょっと両足二人危ないですよ。一緒だから。そうだそっか、気をつけて。第1回目のミルンチャレンジは、足つぼマットを我慢せよ。うわー、師匠、足つぼマットはどうでしょうか。できます。公園、なんか足つぼがある公園とかあったんですけど、小さい頃よく走ってました。すごい健康な。そうです。我慢できんのかな。マシが、じゃあまず師匠じゃなくて皆さんに最初挑戦してもらいたいんですけど、まずはレベル1、足つぼマットを歩く。おー、うわー、まだ若いじゃない、うん、みんな。まあ一応でも、うん、ちょっと健康には自信があんまりないかもしれない。本当？でも健康とか関係なくて我慢できれば OK なんで。あ、そうだった。そういうところ。そうです、そうでしたね、はい。我慢が、顔もダメってことですよね。そうです、顔がダメです。顔がダメです。そうです、すいません。足がどんだけ痛くてもいい。怖い、はい、声無表情で、おー痛いなーみたいなのもあるんですか。それはいいですよね。あ、優しい。顔に出るかどうかみたいなのが重要かなと思います。なるほど、顔か。はい、じゃあ、まあ、自信がありそうなゆびきちゃん。ありがとうございます。ご指名ご練習でございます。はい、光栄です。いいな。マシが、あ、いた。あれ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 、オッケーオッケーオッケー、これでいきます。はい、あ、いいですね。いいですよ。今顔見えたりしてたみたいな。もうぐしゃってなってた。ぐらつきかにゃ。結構足がこうなっちゃったで。だってこれ見てくださいよ。心の乱れが現れてますから。乱れだって。現れてますよ。はい、見てます。ダメですか、どうしても。ダメですね。ダメだ。痛かった。いや、痛くは残ってるんですよ。全然痛くなかった。自信がある方はいらっしゃいますか。え、でもマジできちゃうから。あ、できたら本当に面白くないと思うんで。普通にできちゃう。でもできちゃってもそれはそれで、うん、まあ、弟子入り、弟子入り、弟子候補にやばいだってことじゃない。え、いいんですか。はい、え、マジできちゃう。じゃあマジある、頑張ろう。あなかちゃん、うん、お願いします。できちゃうな、これは。いきます。はい、お、いいですね。あ、でも声はいいもんね。声はいいもんね。顔がどうです今、ちょっとグレーかな。グレーゾーン入ってますけど、審査入ってます今。ほら、え、ちょっと見てください。みんなに見てもらいたいんで、次こっち。あ、本当にこっちから見たい、見たい、見たい、見たい。フォークしていただいて、みんなにも見てもらって、こちらも審査。はい、お顔かわいい。あ、ダメ。ダメです。ダメ。いや、さっきの自分は全然ダメだったよ。厳しい。でもこのマットのズレなさは加点ポイントだと思う。そうですね。いぶきちゃんよりは、まあ、弟子らしさはありますけどね。やったじゃあ師匠が行きますので、皆さんしっかりと表情を見て学んでください。すごい、何か怒ってるみたいな。いや、もう本当にすごい。
目の奥に光がなかった。さすがですよね。すごい、はい、余裕です。あ、余裕で往復しちゃいました。もうなんかね、邪念がなかったですね。そうです、そうです。すごい。うわ、これか。え、痛いのは痛いですか？痛いのか。え、どうなんだろう。そもそも、え、皆さんもやってみますか？喋りながら、喋りながらなんだけど。いや、皆さんね、こっからが本番で、え、この足つぼマットで、縄跳びをしていただきます。おお。あ、私たち痛み知ってるから絶望感じる。縄跳びが出てきました。うん、弟子の皆さんから、私たちやったんで。ちょっと待って。ありがとうございます。そういうこと。サイドの2人。やばいやばい。先にやっとけばよかった。見てみたい人に選んでもらおうよ。りのちゃん。それはもう。やばいね。やってみてほしい。意外と。そうそう、縄跳びができるかなって。こっち。え、できるのかな。この辺飛ぶんでしょ。え、怖いよね。みんなで当たったら。大丈夫ですか。大丈夫これ。うん。スカートが、スカートじゃないです。あ、よしよし。あれ、それすぎない。あ、りょうちゃんもういいよ。あ、しっかりやばい、やばい、どうだね。まずそもそもダメじゃん。じゃあ、待ってよ。厳しいから。縄跳びは多分大丈夫だと思うんですよね。これは、あ、これいけない。いいですね。これでですもんね。です。うわ、裸足で。これでです。お願いします。いきます。終わった、終わった。ちょっと待ってください。あ、でもちょっと一回我慢させてください。もう一回、もう一回我慢させてください。すごい。ちょっと待って、なんか変なとこ痛めたの。今の分かります。頑張れ。無理です。これ本当に無理です。まあ、ちょうどやって、いや、すごい。結構飛んでましたから。4回ぐらい飛んでた。やばい、これ刺さる。なんか、特に。刺さる、やばい。私と生きて帰れるかな。私もうこれだけで痛いもんね。痛いよね。あー。ですね。まあ、実際にその足つぼの上で縄跳びやるっていうことはやったことはないんですけども、でも余裕ですね。ちなみに縄跳びはどう上手？縄跳びはですね、小学校の時に二重跳びを連続で20回くらいはできてましたね、うん、はい。じゃあ縄跳びは上手なんですか？縄跳びはもう得意です。大得意ですね。いきます。師匠、あ、これだもん。これでも真顔だわ。やっぱ師匠。あれ、師匠縄跳び下手くそ説ありますけど。ちょっと縄跳びだけ、縄跳びだけ。師匠、ちょっと縄跳び、あれ、縄跳びはさっき私がまたあんなに怪我してるじゃないですか。引っかかってはないですよ。引っかかってはないです。あー、我慢とかではなく、なんていうんですかね、楽しんでやれば無表情になるはずなので、私が楽しんでいる証拠は無表情っていうことです。絶対笑ってるよ。ちょっと